AM ゼネラルはアメリカ合衆国の自動車メーカーである。インディアナ州、サウスベンドに本拠を置いている。現在は大型車両や軍事用車両の製造を主に手掛けており、ハマー、ハンビーの製造元として広く知られている。かつて1982年まではアメリカンモーターズの商用車、軍事車両部門であった。現在は マック・アンドリュー・アンド・ホーブス・ホールディング、レンコグループの子会社である。a m ゼネラルの起源は、インディアナ州テレフォートに設立された自動車、関連企業、スタンダード・ホイール社に始まる。スタンダード・ホイールは1903年に、オーバーランド・オートモーティブ社の参加となった。1908年、オーバーランド社は、自動車実業家のジョン・ノース・ウィリスに買収され、本を、 インディアナ州インディアナポリスに移転した。その際、署名を新たに、ウィリス・オーバーランド・モーターズ・インクとした。第二次世界大戦が勃発した後の1940年、それまで民生用の自動車の製造が主であった。ウィリス・オーバーランドは、アメリカ陸軍の要請を受けて、軍事用車両、ウィリス・メガバイトを開発し、納入を開始した。この車両は、アメリカ発の四輪駆動であり、 4トンという、それまでにない軽量小型な多様都車で、ラダーフレームによる剣道な構造により、アクロや急勾配における優れた走行性能を誇った。この車はそれまでの軍事車両の常識を覆し、大量生産されて戦略にも影響を与える評価を得た。この車両は後にジープとして世界に広く知られることとなった。戦後、ウィリス・オーバーランド車は、 メガバイト生産のノウハウを生かし民生用の CJ2 等を開発し、堅調な業績を上げていたが、1953年にカイザーモーターズによって買収される。この時社名をウィリスモーターズへと改めた。しかし1963年にはカイザージープシャイトサ変更している。1964年、自動車メーカーのスチュードベーカーが、 軍事産業から撤退することになり、カイザー・ジープはインディアナ州サウスベンドにあったスチュード・ベイカーの政府プロダクト部門と呼ばれる軍事部門を買取参加とした。カイザー社はスチュード・ベイカー防衛部門を買収したことで政府からの圧力もあり、8700万 US ドルの軍用トラック契約を受注することとなった。これらの軍用トラックは買収した。 サウスベンドの工場で生産が行われた。これを受け、カイザー社内で1967年には、防衛と政府製品部門と呼ばれる軍事車両部門が設立された。1970年、カイザーのジープ部門はアメリカンモーターズに買収される。この時、軍事車両部門も AMC 側に引き継ぐこととなり、サウスベンドの生産設備も AMC の参加となった。 買収翌年の1971年、AMC は乗用車以外の商用車、軍事車両部門を子会社化し、AM ゼネラルを設立した。子会社となった AM ゼネラルは、主に AMC では担当しない大型バス、商用トラック、政府、軍隊向けのジープトラックを生産していた。1970年代後半、AM ゼネラルは、 政府の要請に基づき球体化したジープの更新を目的として高性能多目的送輪車を開発する。開発中の1982年、AMC がルノー参加になった際、アメリカ政府はこの国防上の理由による要請を行い、軍事部門を包括していた AM ゼネラルをルノー参加とすることを認めず、 結果 AM ゼネラルは AMC から独立することとなり、翌1983年には政府の要請に基づき、AM ゼネラルは LTV 社の参加となり、LTV 軍事部門の LTV エアロスペースディフェンスの子会社となった。1985年、開発していたハンビーが正式採用され、m 9 9 8 8四輪駆動系汎用車。 そして量産が開始された。デリバリージープ AM ゼネラルは、この時期、商用車の生産も盛んであった。その中で特に成功したのは、ジープ DJ-5 のシリーズ A と呼ばれるモデルをベースにしたデリバリージープである。アメリカ合衆国郵便公社を、はじめ様々な分野で受け入れられ、商用車として成功した。なお、 アメリカ合衆国郵便公社に採用されたモデルは業務の都合上、右ハンドル仕様にカスタマイズされていた。また、長距離バスの製造も行っており1979年まで継続した。1992年、AM ゼネラルはレンコグループに買収される。同年、AM ゼネラルはアーノルド・シュワルツェネッカーの要請により、ハンビーのエンジンや内装を 民生用車両として変更したモデルをハマー H1 として製造を開始した。1999年、エームゼネラルは経営状態の悪化からハマーの名称の使用権をゼネラルモーターズに売却した。売却の条件は軍事部門への深い入とハマーの生産をエームゼネラルで継続することであった。 ハマーの名称を使用した後継モデルの生産は GM ブランドのハマーで行われることとなったが製造自体は AM ゼネラルのミシャワカ工場で継続された GM で設計された新たなハマーが H2 としてデビューした後も製造は AM ゼネラルであった H2 が予想以上のヒットを飛ばしたことを受け生産体制の増強のために工場を新設した GM は後に 小型のハマー H3 を開発したが、こちらは GM グループではないことを理由に AM ゼネラルでは生産が行われなかった。2004年8月20日、レンコグループとロナルド・ペレリマンのマック・リュー・フォーブズ・ホールディングスが合弁事業を形成することを発表、AM ゼネラルはこれらの参加となった。ありがとうございます。